西岡一生の頭の中へようこそ。パーソナリティの西岡です。今回はですね、頭のいい人の特徴パート2ということでですね、頭がいい人ってそういやこういう人だよねっていうことをですね、ちょっともう一個伝えたいなというふうに思います。前回お話ししたのは問いと答えということでですね、まあこれはまず重要なことだというふうにですね、理解いただきたいんだと思うんですけれど、もう一個ちょっと思いついたことがあって、そういやこの話してなかったなっていうのが一個あるんですよ。皆さんって例えば合格者数が、900人の塾と、合格者人数が90人の塾ってどっちの方にお子さんを入れたいですか？いやまあ当たり前に900人の方だと思うんですよ。900人の方に入れるのは当たり前だよねっていう風に感じると思いますし、大抵の塾って、まあ、今ってまあどこも人数を押すんですよね。東大に何人入れてますとか、なんかこういう風な何人合格者が出ましたとか、なんかずらっと並べるじゃないですか。であれはいいんですよ。まあそうだよねって思って多分皆さん見てるし、あこれぐらい合格実績があるんだったらいいなっていう風に思うと思うんですけど、頭のいい人はそこで何を思うかって話なんですね。頭のいい人って、その時に分母はって思うんですよ。分子なんですよ、実は数として。例えばですよ、合格者数というのが900人でしたという塾だったとしてもですよ、9000人いて900人でしたってなったら 10% ですよね。9000人の分母がいて900人の生徒が合格してますだったら 10% の合格率ですよね。仮に90人しか合格しない塾だったとしても、100人いて90人合格してますだったら 90% の合格率の塾じゃないですか。となると、さっき90人だったら少ないからと思ったかもしれないですけど、 90% だったらそっちの方行くじゃないですか。こういうふうに分子と分母っていうのを考えるっていうのは実はすごい重要なことなんですね。昔々、まあ、とある詐欺師がいましたと。でこの詐欺師はですね、非常に巧妙でですね、お金持ちの、あるお金持ちのところにですね、手紙を送ったんですね。で、これから1ヶ月の相場をですね、予想してみせますと。この株は上がるでしょうって言ったら、その株が上がったと。で、おお、上がるんだと思って。で、次の、また手紙が届いて、これからまた1ヶ月の予想もしますと。この株は下がるでしょうつって。ああ、今度は下がったぞみたいな感じでですね、その詐欺師はですね、全部、当ててくんですね。その株の銘柄が上がるのか下がるのかっていうのをずっとですね、当てていくことができて。で、1年後、私はこのようにですね、相場わかるんですと。さあ、お金を預けてみませんかというふうに言って。ずっと当たってたもんだから、じゃあちょっと私預けてみようかしらって言って、お金を預けてしまって、で、その詐欺師っていうのは、お金を持ってとんずらしたというエピソードがあって。さあ、皆さん、この詐欺師は一体なぜ相場を当てられたんだと思いますか？これはですね、皆さんですね、やっぱり分母が問題なんですね。実はこの詐欺師、いっぱいいろんな人に同じような手紙を送ってた。で、まずじゃあ1枚目の手紙、じゃあ4月の相場上がりますっていう風に言う人もいれば、下がりますっていう風に言ってた人もいたと。で、上がりますって言って上がったってなったら、じゃあそっちの方だけにまた送ろうって言う。下がった人は、あもうじゃあもう話聞いてくんないからこっち切るわっつって切ってということをしていた。で、これをですね、多くの人たちに、多くのお金持ちにこれやっていたと。そうするとですね、まあ、最終的にね、残る人なんていうのはですね、まあ、128分の1ぐらい、まあ、100人に1人ぐらいかもしれないんですけど、100人ぐらいにそうやって送ってるもんだから、あ、結構当たってるなっていう人っていうのが結構な人数いたと。その人だけに絞ってやっていたと。でも、お金持ちは、そんなことっていうのは全く考えられないから、あ、全部当たってるわっていうふうに思っちゃった。っていう話があります。世の中の大抵の物事っていうのは分子と分母というものがあって、分子だけを見て人間っていうのは判断をしがちです。仮に例えばよくある話ですけれど、当選めっちゃする宝くじ売り場あるじゃないですか。ね、当選一等が出ましたっていう宝くじ売り場あるじゃないですか。分母はどれぐらいなんでしょうね。めっちゃ買ってるんだったら当たるのは当たり前じゃないですか。そんななんか買ってないのに当たったってだったら率としては高いですよ。だけどそういうところって得てして、一等当たりましたって言ったらまたいっぱい人が行って、また買ってまた行ってっていう風になるんですよね。だから分子だけを見て我々っていうのを判断しがち。表に見えている数字っていうのに騙されている人っていうのはかなり多い。だけどやっぱり頭のいい人っていうのは裏の数字を見る。
見えてない数字っていうのがあるんじゃないかっていう風な発想を持つっていうことをしているんですね。そういう人の方がやっぱり騙されないし、ね、やっぱり、頭よく過ごしていくってことになるんだろうなっていう風に思います。恥ずかしながら僕なんかはですね、結構騙されるタイプの人間で、なんか分子を見て、あ、これいいなとか思うわけですけど、なんかやっぱ東大生とかそこら辺かなり詳しく分母のところまで見て、判断してるってこととかすごい感じるなというふうに思っていて、昔東大の入試問題で地理の問題なんですけど、戦後の出生数について述べているデータがあったんですね。例えば60年代は出生数、新しい子が生まれる数っていうのは100万人だよとかで、もう10年経ったら200万人に上がってまた100万人に下がったよみたいな、そういうようなデータっていうのがあって、まあ、これについてね、まあ、考察して書きなさいというのがあって、で指定語句に出生率って書いてあったんですよ。で僕も含めて多くの東大志望の子たちがみんなですね、なんて書いたかっていうと、これね、ぶっちゃけたこと言うと、なんだろう、その回答が間違ってる時もあって、なんだろう、皆さんが持ってる参考書にももしかしたら間違ってそういう回答が書いてあるかもしれないんですけど、出生率が上がったり下がったりしたということを書いている参考書って結構あるんですね。つまり100万人の時っていうのは出生率がちょっと下がってて、で200万人の時は出生率がちょっと上がってて、で100万人の時は出生率が下がっててっていう風なことで書いている回答を作る人ってね、結構多いんですけど、実は出生率なんです。率ってどういうことかっていうと、子供を産むっていう人数になるわけじゃないですか。合計特殊出生率という言葉があって、女性が生涯に産む子供の数っていうものを表してるってことはあるんですね。それが平均2名かもしれないし、1名かもしれないし、みたいな感じでこれが出生率というふうに言われるデータなんですけど、実は日本って出生率としては、1960年代から80年代にかけてってところでいくと、そんなに変わってないんですよ。じゃあ何が変わってこんな人数が増減したのかっていうと、単純に人の数なんですよ。ベビーブームというものがございまして、その世代の人は、女性は多くて、その女性、世代の女性っていうのの数っていうのが、多ければ子供の数も増えて、少なければ子供の数も減るよって話だったんです。なのに、我々は出生率という数を見て、なんとなく勘違いして、ああ、まあだからこういう原因で出生率が下がってって書いたんだけど、そうなると×っていう問題が出されて、その問題解けたやつはやっぱ頭良かったね。やっぱ数学できるやつだったね、そいつは。皆さんぜひですね、まあこういったことをですね、意識して生活してもらえればなと思います。というわけで、西岡一生の頭の中をよろしくお願いします。バイバイ。